3、2、1、プレミアリュースタート。ダメ、消えろ。グッ。 I will eat toast and for breakfast tomorrow. I will eat toast and for breakfast tomorrow. I will eat toast and for breakfast tomorrow. Are you teach? さあ、やってまいりました。ということで、中学校2年生の、3学期はプレミアショーのひたすら勉強会なんですけれども、3学期だよね、あれ。今回はプレミアリュウとプレミアショーのひたすら勉強会ということで、ただいまの時刻はこちら、見えますかね、12時22分、まあ、今回もまたこちらの時計の針に注目しながら、勉強を見てください。たまに面白いことを言うか分かんないですよ、本当に。本当ありのままの姿見せるのよ、なんで、ありのままの姿見せたいと思いますね。ということで、早速始めていきたいと思います。レッツ開始なり。さあ、始まりましたプレミアリュウとプレミアショーのひたすら勉強会、実況私プレミアリュウがお送りします。スタートラッシュはとても早いです。この後どうなるのでしょうか。ほら、毎日浮かれてっから、お前は骨折するんだよ。俺の骨折は疲労だから。いや、あれでしょ、かっこいいかっこいいの見せたって、そういうことをやってるから毎回毎回ポキ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 折れるんだよ、お前は。なんだお前よ、そんな5人からね、あのね、4人か、4人、4人、4人と走れる、4人、少し遅れてる、つぶれていっちゃう、4人、つぶれて。うっせえよプレミアショーね、俺だって彼女の1人や2人、いや1人や2人ってやべえな。ということでね、まあプレミアショー結構骨折してるんですよ、今んとこ。今年で2回かな、骨折してるんですけれども、いやー、それ指摘したらね、そんなこと言われちゃおしまいですよ。ということで、見てください皆様、時計の針がぐる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 回っております。もう少しで1時に差し掛かろうとしています。さあ、もう1時です。プレミアショーはボール遊びしています。いやー、すごいですね、あの温度差、たかが5分ちょっとであんな静まり返るんですね。はい、ということで、ただいまの時刻が1時は過ぎました。プレミアショーは今どっかで行きましたね。どこに行ったんでしょうか、わからないです。さあ、昼は過ぎましたが、まだ昼ご飯食っていません。いつ食うのでしょうか、プレミアリュウは。ということで、ただいまの時刻が1時32分ということで、ちょっと今から昼飯食いたいと思いますので、せーの、カッバイバイ。あれ、おやバイバイじゃねえよ、まだ。ということで、ただいまの時刻がこちら、2時半ということで、お、ちょうど1時間ぐらい経ってますね。テスト勉強の最終日なんで、本当にあの明日テストだから、本当にテスト前日のひたすら勉強会ということで、やってみましょう、レッツ。いやー、テスト前日にひたすら勉強会ってやべえな。いやはや、勉強中にボールを投げてくるやつとはやばいやつだな。ボールは投げちゃいかんぞ。あ、ついでに弟メンバーのボールは投げてはいけない。絶対になんかやられるからな。さあ、ということで、ただいまの時刻がもう少しで3時になるぞ。お待たせしてよ。今年もやんないとね。こっちもしてる。そう、みんなでそうでればね、やめん、まったん、やめたよ。寝たと待ってたから、ちゃんとボティしたしよ。いやー、ちゃんとボティしたんですよ、あの桃鉄の動画。いやー、偉いでしょ。まあ動画のネタのためだから仕方ないんですけどね。これでね、少しでも東北地方の人にお金が届いて、なんか支えられればいいなと思っています。さあ、ということで、今時計の針がぐる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 回っております。いやー、もう4時だよ、4時。あともうちょっと4時になっちまうよ。いや、これさ、編集するときすごい大変だったんだよ、本当に。この編集するのに約1ヶ月ぐらいかかってる、この動画。いや、倍速する動画ってめっちゃ編集時間かかるんだよ。だからあんないっぱいプニプニの動画出しちゃって、本当に申し訳ございません。ということで、もう少しで4時になります。プレミアショーとプレミアリー、おっと、今ちょっと次の動画のネタバレしたね、今ね。何も見なかったことにしといて。ということで、4時回りました。とても周りが回っております。すごいですね。驚くほどに強いんだ。
やったさあ、ということで、やったーまんなんですけどね、これ最後歌ったのが私が年長組かな、年長組の時に歌って踊ったくらいなんですけど、皆さんぜひ見てください、やったーまん。めっちゃ面白いよ。やったーまん結構昔のアニメだからさ、でも俺あのハッピーセット持ってるよ。ちょっと揺れてました。ただいまの地獄はこちら、見えますでしょうか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 。8時30分です。ということで、ただいまの地獄が8時30分なので、ここから勉強をスタートしていきたいと思います。さあ、ということで勉強を再開いたしました。今こちら100倍速にねずっとしているんで、時計の針がめちゃくちゃぐる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 回転しているんですが、もうちょっとで9時になろうとしています。あれ、プレミアリューどっか行ったぞ。あれ、プレミアリューどこ行ったんだ。多分どっか行ったんですけど、勉強はしてると思うんで大丈夫です。ということで9時を回りました。ということで帰還しました。ちょっとさっきまでね勉強の仕方を聞いてましたので、まあ一応勉強してます、信じてね。ってことで、勉強の仕方をプレミアリューが聞いていたようですね。皆さんちゃんと信じてね、本当に本当にしてたから、別にね寝てたとかそういうわけじゃないんで。はい、ということで、9時半になりました。あともう少しですね、だいたいそうかな、10時ぐらいでやめようと思います。こんにちは、僕の名前はエリ・エリトラ。寝る子は育つよ、この子が手からも出ねえんだ。この俺エリ・エリトならどんな問題でも 100% 当てるんだ。さあ、どうせ。さあ、ということでエリ・エリトモードになりました。エリ・エリトモードになるとね、ちゃんと宿題がすぐ終わります。なんだって簡単に終わるんだよ。ってことで、もう少しで10時です。終了でございます。3、2、1、0。10時になりました。さあ、ということで、あれからかなり勉強いたしました。ってことで寝ます。ではまた朝5時にお会いいたしましょう。時間よ、早くなれ。さあ、ということでやってまいりました。見てください、こちらお時間の方が5時24分か5時24分ぐらいでございます。今から最後の宿題やっていきたいと思います。レッツスタート。あ、ちなみにプレミア賞は寝ましたね。ということで、まず7時になるまで勉強タイム。おはようございます。もう何も話すことはありません、頑張ってね。ただいまの時刻はこちら、7時32分というので、それではテストを頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、期末テストが無事終わりました。つってもまだ、4教科ただいまの時刻はこちら、3時10分ということで、3時10分からスタートしたいと思います。レディーよし、やっていこう。さあ、ということで2日目がやってまいりました。2日目の勉強なんでね、まあとりあえず4教科終わったんですけれども、ね、多分点数は全然ダメだと思います。しかしジャガイモのパシーには勝つ、絶対に。ってことで、なんか今ミクロファイラーに行ったんですけど、何も気にしないでください。プレミア賞はタブレットを使って勉強している模様ですね。最先端技術。そしておっと、プレミアリューとプレミア賞どっか行きましたね、2人とも。おっと、帰ってきた。おっと、次はプレミア賞のね画角になっております。さあ、ボール回しがすごいですね。で、左側にプレミアリューもいますね。いやー、かっこいいっす。プレミア賞さすがイケメン。いや、めっちゃ扇風機待ってんな。5倍ですね。さあ、ということでやってまいりました。ただいまの時刻がもう4時に差し掛かろうとしています。ってことで、さっきは、プレミア賞のね価格だったんですけども、今回はプレミアリアの価格ですね。これでもちゃんと勉強してるんだよ、ちゃんと勉強してるんだからね。本当、全部編集ばっかりして勉強してねえだろうとかいうやついますけど、ちゃんと勉強してます。ということで、今歯磨きしながら、多分これは補填の教科書の、多分用語を確認してるのかな。多分そうだと思います。ということで、ただいまの時刻が8時に差し掛かっていますね。で、8時になりました。ということで、今ただいま時計の針がぐる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 回っております。とりあえず今日は10時まではしません。もうそろそろ終わろうかなと思います。さあ、どうなるのか。
おはようございます。寝起きのプレミアリュウですということで、すごいなんか寝癖立ってますけど、おはようございます。ただいまの状況はこちら、5時半ということで、今からプレミアショーを起こしていきたいと思います。来たんでしょうか、わかんないです。やばい、早く準備しよう。勉強再開していきたいと思います。ただいまの時刻がこちら、夢での応援のスタジオ5時42分ですということで、プレミアショーは寝ているんですが、私はちゃんと勉強しています。今回は YouTube を見ていますね。これは漫画系の YouTube ですね。漫画系の YouTube を見ています。でそれを見ながら、勉強しています。ちゃんと見てください、時計の針は、ちゃんと回っております。そして、結構漫画のやつ好きなのかな、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。おっと縦画面になった。おっと今度はバトスタですね。バトスタの動画見てますよ、ドラゴンボールヒーローズのね。さあプレミアショーも参戦して、いよいよ勉強もラストスパートに近づいてまいりました。ただいまの時刻がもう少しで7時になろうとしています。ということで7時になったら終わろうかなと思います、勉強も。ということでテスト頑張ってきます。 See you。 ということでただいまの時刻こちら7時ちょうどですね。今からご飯食べて、着替えて、行きたいと思います、学校に。動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。説明欄の方に詳しいことが載っているので、ぜひぜひ見てください。そしてこの動画ね、面白かったよっていう人は共有もよろしくお願いいたします。チャンネル登録も高評価もよろしくお願いいたします。チャンネル登録したってデメリットはあるわけではないので、ぜひ見てください。それ